ね。足のね、この外側もね、緩めてあげると効果的なので、しっかり緩めていきますよ。説明するってことは痛いけど、頑張ってください。ここ。でも大丈夫ですね。では、今からね、お尻を緩めていきます。頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとして頭が間違えちゃうこと多いのでね、しっかり緩めていきます。動画でも言ってる通り、ここでめちゃくちゃ痛いから頑張ってね。ちょっと痛みになってきましたよね。ではね、細かい場所をね、指で緩めていきますよ。では反対。大丈夫ですね。で、腰ね、しっかり伸びてますね。ここ、よいしょ。左の方がきつかったね。きついですけど、俺たちは。避ける方じゃない。
痛くなってくるので、熱くなるんですよ。されて整体されてこんなに汗かいて叫んでんのって感じですもんね。でね、細かい場所をちょっとね指で緩めていきますよ。そうです、対人関係とか、この接客をされている方はやっぱ左側が硬くなる人多いですね。なんで？あのね、気を使うとね、こっち側が全部、左側が硬くなるっていうデータがあるんですよ。気使ってる。そう、気使ってる。気使われてます。その言葉をどっかに座ってる人にね。お尻の筋肉ってここからここまでくっついてるので、ここはねしっかり緩めていきます。で、ここねしっかり緩めてあげるとかなり効果的なんでね、私がわざわざ説明すると結構痛いってことだから頑張ってください。頑張って。うわつけるのでね、ここを緩めていただくと、この辺もしっかり緩んでくれますからね。緩んできましたね。はい、では反対側に行きましょうか。怖いですって言いましたね。怖いですよね。